こんにちは。今回はトイプードルさんのシャンプーカットからスタートです。この子もいつもより短めのオーダーでしたので、シャンプーに入る前にハサミで全体的に粗刈りしていきます。この日は保護犬のコータもリードを外してフリーにさせてみました。元の飼い主様よりも聞いてたほど他の犬がダメなわけではないようなので、様子を見ながらフリーにできる時間を伸ばしていけたらいいなというふうにこの時期は考えてやってました。ちなみに動画作ってる時点でこれ2ヶ月前の映像なので、思い出しながら動画作ってます。シャンプーは3種類使って少ししっかりめに洗っていきます。タオルドライをしてからボディから順番にスリッカーブラシを使ってブローしていきます。Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. 全身バリカンを使って長さを揃えて、それからハサミで整えていきます。マズル周りは1ミリでバリカンで短く仕上げていきまして、いわゆる顔張りですね。頭はアフロ風に丸く仕上げていきます。とってもお利口さんでした。ご利用ありがとうございました。な、はい、抱っこ、はい、抱っこ、よいしょ、はいはい。次のお客様は柴犬さんです。
結構抜ける毛がすごく溜まってたので、シャンプーに入る前に少し除去してからシャンプーに入りました。この抜ける毛をシャンプー入る前にしっかり除去しないと洗い切れないというようなことはよく言われるんですけれども、全くそんなことはないと思います。ただ抜ける毛をあらかじめ除去しておいた方が、まあ、確かに洗いやすいかもしれないし、使うシャンプーの量も少なくて済みますし、ドライの時間を短くできますので、ワンちゃんの負担を減らすことにもつながるのかなというふうに思います。まあ、それもケースバイケースと、あとは特に仕事ではその日のスケジュールとか考えながら決めていきますけれども、特に犬に苦痛を与えないということが最優先になりますので、そのような感じでいつも心がけてシャンプーはするようにしています。全体の作業時間を短くするためのちょっとした小技なんですけれども、ドライヤーで暖かい風を当てながら爪切りとか足裏のバリカンとかをかけると、乾かしながら別の作業ができるので時間短縮につながるのではないかと思います。ドライまで終わったらお尻周りを丸くカットして仕上げていきます。とってもお利口さんでした。ご利用ありがとうございました。それですね、お家でシャンプーとかカットしてる方にもうほぼほぼ共通することなんですけど、カットがうまくいかないとか爪が切れないとかそういうのでご来店されるんですけど、そこって概ね問題ではなくて、やっぱり別の動画でもおそらくお話ししていると思うんですけど、そういう方大概耳毛の処理が全くできないんですよね。で、耳毛に汚れが絡んで外耳炎を起こしててっていうのがもう方法で、もうそういうのが原因で慢性化してて、で生活の質、クオリティオブライフが低下するっていうのがもうほぼほぼ同じようなことが起こってますので、あれだ、こちらの動画をご覧いただいている方は少なくともクルドルとかシーズーとかミニチュアシュナウザーとかシングルコートのワンちゃんを飼っている方でしたら、月に1回はシャンプーと爪切りと耳掃除と肛門腺絞りとお店にお願いするようにしましょう。それが飼い主様の愛情というものだと思います。お家で全部はおそらく無理です。ご家族のワンちゃんの体質や特性というものをよく理解してお手入れはするようにしましょう。最後はお客様におやつをおねだりするパステル店長で終わります。ご視聴ありがとうございました。